はい、どうもおちです。今回もメタルギアソリッドピースウォーカーエクストラプトの実況プレイやっていきたいと思います。どうも MSF です。はい、じゃあやっていきましょう。はい、ミッション開始。なんか遠いな俺。激しい戦闘が予想される。無事帰ってくれ。いや、おまけ取るの疲れたわ。もうちょいうまくやりたかったな、本音。え、ちょっと待ってよ、それ俺が言うこと聞かない。あ、コマンド技あれ俺1個しか入ってないでしょ。そう、追い打ち3ゲージの目つぶしコン決まるとディオ様はとんでもなく体力が瀕死に追い込まれるっていう、まあ基本的にあとイージービートでもハイディア死ぬぐらいの体力にさせられるからね、ぜひともやりたかったんだけど、途中で画面反転によって死角が入りました。あれかなんかクルッとなったもんな。そうなるかなと思ったらやっぱりなってしまったという。ああ。あとは死なないことを祈ろう。ですな。あとは運よく潜入が成功することを祈ろう。あ、勉強という勉強ほとんどしないからね。あはは。ちょっと待ってよ。なるようになる。といってもハマらないようには注意しないね。数足りないとか言って積んだとかならなくちゃ。まあ一応そこら辺はないと思うけどね。多分なんとかなる。カッコフラグ。ちょっと。ちょっと。もう5時ですよ。5時ですよ。あれ、我々3時半ぐらいから行った気がするんだけど。あはは。あれれ。なんか面白いことないな。ないね、なんかネタあるといいなと思ったんだけど。ひどく。バム。苦しい。苦しすぎる。すっごい苦しい。ああ、今、戦ったからね。おまけのやつ取ったから、あんまり言うことがない。まあ、今回もワムーさんが頑張るというわけです、多分。成功するかな今回は。どうなるかな。なんかピロリって出した。よし、今だから MSF の画面見よう。40人だから確実にあれ借りることにはなるわ。あ、了解っす。一応両方とも持ってきたから、地雷もシステムも。それないときつい、正直。忘れられちゃうと多分クリアできないんだ、完全だから要注意。あれでもこれ99人とかだったらどうすんの。99人はカスタムだから大丈夫。あ、しかもそれ4人じゃないし、単価人数は。あ、そうだ、7人。あれこれ出てくるパターンだ。そうだよ、楽じゃん。昨日チェックしたらそうだったこいつは。だからもし PB がもし外から出てくるタイプなら私はどうするのかわからん。えなんとかなるはず。うん、グラブいやこれ 2.3 倍速がはかどると思ったら出てきちゃった。えマジかよ。目の前にあるだろう。周囲を警戒。ここでしょ普通。警戒すべき。わら。やはり無能兵だったけ。無能だった。あれあいつぼっち。あの二人がぼっちになって帰るまでちょっと時間かかるんだよね。早く帰れよ。本当だよ遅いよ。ゴー、MSF ゴー。あ、やべ。よしよしよし、もう分かった、もう分かった。これ引かれたら悲しいな。ね、引かれたら悲しい。悲しいと言ってもいいよな。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 あ、別によかったよ。え、動いたの今こいつ。動いた。マジか。
まあ回収する水が減ったということで、あははいやーなんか嫌な予感はしてたんだよ。嫌な予感してはい、フルトン回収の節約のテクニックとして引き殺すのは使うんだけどね、普通。天才の暴力。バレる、絶対バレる。でも来週ですよ、ついに。グランドゼロズ発売日。あー、来週か。いいだけ予想しちゃったな。あー、携帯機がよかったな。ES4 回、リモートプレイしよう。以上。私の家に、HDMI 対応のテレビなど。ありゃ、するわ。さすがブラウン管、そこにあったれもしないし。え、三色テレビをなめんなよ。上院議員をなめんなよ的な感じでね。上院議員ってそれどっちの上院議員かな。アームでストロングな方のかとっても腕が強い方、腕力な、腕力な人あれ、それともあれか、あの第3部の方か、ディオ腕力な人、腕力な人、腕力な人。いや頑張ってるようだね。頑張ってますよ。救急車はいつでも待機中だよ。このさ、吸い込まれる謎現象ね。そう、このこれが吸い付くっていう。ワム。そんなことしたってね、編集では画像貼らないぞ。そう、カットされるんだよね。あ、いや、もちろん貼られることを期待してるわけではない。今回っていうか、今からアップロードする、なんかな、36だから調子の手つけだからね。好きだよ。ガト好きだよ。やだね。やだね。しかし、この奇妙な箱に気づかないというのは、いささか大丈夫なのだろうか。本当だよ。ワムーの奇妙な箱。パンドラじゃねえかよ。666だね。入った瞬間、マルコだっけ、マルコ状態になって、半身になる。触った瞬間、触れた瞬間、一気に右半身が消えるっていう。あ、アニメ見てないんだっけ。全然。ああ。そう。まるで知らないからね。妹ネタに関しては。ゲームだけ。なんで呼ばないんだ。ゲームだけのネタです。アニメを見るんだ。ああ、顔面だけ入ってるんだね、ちゃんと。戦車内覗く的な。隊長まだ出てこないかなみたいな。あと24。24。これは暇だな。もうヘリ戦ならとっくに顔出してるぞ、コマンド。それはレールガンの開発してるかい？いや、してないかも。してよ。これから先必要になるんだから。まず、レールガン開発できる環境にない気がする。え、嘘？わかんないけど。設計者がいないかもしれない。マジかよ。ちょっと集めてよ。でも開発してあるよ、確か。日の目を見るまでちゃんと待ってくれてるから。ちょっとこれツッコミの子が一つあるのがさ、うん、あの全体を確認せずに顔出してくんだよね。こいつら全員ツッコミ的な、うん、ダダダって降りた瞬間にさ、何かあるかもしれないのに、全員すぎやーっていう可能性もある。危ねえ、ボールだと仕掛けてもらった。お、結構遠いな。そこじゃね。パシュー。じゃあよろしく。何欲しい？フルタマジや。三個とんこ。よいってらっしゃい。チキン。どこにいるんですか？いた。体が痛いぜ。特に昨日これといって何もしないけど体が痛いぜ。箱を調べろよ。箱する完全に。そこにしびれもしないし憧れもしねえ。動く箱気にしないでし。集団行動は命取り。それが消化しきると16人。なるほど。
いや、1.3 倍速がはかどるぞ、これ。また謎なことを。それ待ってたら気づく、気づかれんの？動いてれば気づかれる、実際。そのくるくる回ってるやつ。これ違う違う。こっち構えて。うん、これもダメだよ。ダメだね、やっぱり。これですら認められない、確か。あ、銃が出てるからってことか。多分ね。ものすごい暇だな、これ。だってね、挙動不審な箱が後ろにいるんですか。超挙動不審だ。いや、ほんとだよ。暇だな。ここ、ワムーの顔が出てくるとかないのかな。ワムーの顔が出てワムーじゃないけどね、スネークだけどね。怖すぎるだろ。その中で冬眠期に入りましたか言われても、なっせってなっせってゼロだから。ということで、話すネタがだんだんなくなってきてて、完全に徐々にしか走っていない。何かない？もう豆知識的な要素もなくなってきたしな。これ戦車の後ろに張り付いてこういうことやってるだけだから、基本的に。特に増援出るタイプはこれ張り付いてるからさ、ずっと。じゃあもし戦うことになっちゃったらどこを狙えばいいのかっていうことを。まあ赤でしょ。他には他には他赤が2つも壊れたらタイヤとキャタピラ系がダメージ1万でかくなっちゃう。ヘリはあれ燃料タンク狙った後は後ろのテイルローターっつのが確か一番効くんだけど、当てにくいから窓割ろう。あと、さりげなくヘリはね、回転してるプロペラ部分、メインのところね。うん、あそこにも一応攻撃がヒットするの。へぇー。あれ、その燃料っていうのはどこに？燃料はね、ミサイルが積んでそうなところ。ああ、はいはいはい。両方の翼の。羽の、そう、反射についてる。壊すとちょっとずつ止まるって言うけど、そんなに止まんない気がする。この作業風景も見慣れたな、本当に。でしょ？フルトンバズないから心配だーっていう声もよく上がるけど、これやってると意外となんとかなる。嘘、壊れないの？この足の間って大体反応するんだよね。まあ、偶然入りなかったでしょ。残り8人。よし、これなら間に合うな、本当に。現在、約15分ぐらい。長っ。暇だ。かといって暇だと言って動いてもバレる可能性があるし。ここだよ、狙うのは皆さん。飛行に走るな。もうなんだろう、このスネーク。ちゃんとつけるんだよね。で、偵察兵とかつかないと。あ、そうそうそう、絵的に。そうそうそう。普通の一般兵だったらつくけど、ソ連兵とかつかないと。あれや！なんてやつだ。いいのか？お、やば。危ねえ。まああいつらあれだからね、降りて動自由に身動きができるようになるまで視力ゼロだから、あいつら。あいつらの目に立ってもバレない。それだけ覚えてっていう。そこら辺はリアルじゃないな。そうそう、リアルじゃないです。降りるまでにバレたらきっとバグるんだろう。と車の上で走るようになるから彼ら。よいしょ。はい、最後の4人が残ってるよ。なんで俺今さ、何人もショットガンにしたんだろう。もしなんかに来ればいつも通り来ればよかったのに、なんでこれをしたんだろう。じゃあやる、来たね。本当はそっち向いてね、ほら。全然バレないね、視力がないから。箱に触れちゃう、これ。触れなかった。よかった。危ねえ。了解。危ねえ。何が運なのか分かんないね。確かにね。おい、おい。ここです。
とりあえず視界に入ってないことが大体分かったからね。もし視界に入ってたらダンボール動いた時に気づいてたんですか。は？何今？すいません、今何すか？死ぬ死ぬ、死んだ死んだ。ちょっと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 、予想外の事件すぎてちょっと驚いた。こっちに砲塔向いてたか？知らん。緊急事態すぎだよ、緊急事態。あまりに驚きに動揺を隠せない。逃げる。逃げる。ちょっと待てよ。やれやれ。やれやれだぜ。あ、外した。さっきから待てちゃポロポロ。あ、そっか、足打ってもかけないのか、スワットが。スワットじゃないから。ほら、お前も寝ろ。そうだ、お茶さん、あれだ。アサシンストロボックスで遊ぼう。何遊ぶ？来るんだ。フルトン回収を装備して、持ってる持ってる、装備したら、じゃあ俺のとこスネークインして。はい、オッケー、ゴーゴーゴー。うん、あいつなんか投げたぞ。痛い、死なないようにしなきゃね。あ、ちょっ、基準に打たれやろうけど、回復しとこう。そしたらもう一回やろう。オッケーオッケー、いけー行くぜー。いやー、こんばんは。うわあ、痛い。ああ、目の前が。ふざけてよかったような気がしなくもない。貴様、お前がさっさと来てくれれば。俺だ、痛いから話しなきゃ。痛い。あ、もう大丈夫だった。前を見よう。あ、引かれた。あ、終わった。終わった終わった。違う、また先行だ。とりあえず回復だ。あー、もう来てる。あ、怖い。あ、いた。なんでどっかよ。くそ、なんでバレたし。ほんとあれよくわかんなかったわ。一応四角内に入ったのかな、どうなんだろう。いや、完全に後ろじゃなかったの。俺的には、あれでバレるほどの距離には回り込んないと思う。あいつ早いな。うわ、そんな。あ、よくやる。もうこいつミサイル撃ってこないから楽だ。そうだよ、奇襲だけ。でも PB になるとなんかよろけるなんだよ、さらに。あ、痛い痛い。顔出せよ、こらー。え、あ、ほんとよける。そこには誰もいませんよ。俺しか、俺しか狙ってない。よし、なんかショートしたっぽいぞ。また煙焚いてるよ。嘘、俺わざわざ引いてひどいな、わざわざこっちも合わせていいだろう。自動だな。聞いてた後はもう悠々と去ってきやがった。どこにあったの？ああいう AI もなんかあんのかな、プログラム的に。引き抜けるっていう。わざわざ、わざわざやってくれたっていう。あの、わざわざやってくる思考は何？あれ、当たったやん。あ、当たった。よし、来た、ここまで来た。もう見づらい、ここ。あれ、後ろもしかして正面にね、防備、あの銃座用のね、盾がついてるから、ね、ですよね。結構当たりづらい。死角じゃーと思ったらそうでもなかった、畜生。あー結論、もしながらで行こう。結局なんか頭っぽいところに当たって730っていう苦しい数字を叩き出したからな。出た。今回のこの線を走行した線だけスネークさんが自らちゃんと登るっていうね。どうやって出てこいよ。ちゃんと登れるでしょ。タイヤからいけるか。多分。え、じゃあこれ何ランクなんだこれ。S のはずだよ、これでも。へぇ。時間さえ間に合ってれば。おぉ、ほんとだ、S ランクだ。いい。走行した線の場合、バレたのはあれに入んないからね。危険フェイズに入った回線に入んないからね。
あ、解雇しろって言われちゃった。俺も解雇しろって言われた。ハリヤー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 といえばメタルギア1だっけ。それハインドじゃない。ハインドだっけか。ハリヤーは 2か。ああそうだね、2っぽいな。2やったことないけど、俺はビータでちょいとだけ。確かに飛行機と戦ったけど、あれ何だったろうか。